はい、本日はこちら、OK で買いました。黒毛和牛A5貝の実ステーキ。こちらを焼いていきます。クレマさんと一緒に食べるのに焼いていきたいと思います。さあ、クレマさんがキッチンにやってきたのは、お肉を焼くからじゃなくて多分もう、ブロッコリーを温めた。ブロッコリーの匂いにつられてきてる気がします。最近クレマブロッコリーが大好きな気がする。さあ、じゃあお肉焼いていきまーす。では、私の塩コショウを振ったお肉を焼く前に、クレマの分、素焼きしていきまーす。クレマのお肉焼き中。ちゃんとクレマの焼いていくからね。はい、クレマさんのお肉、焼き上がりました。美味しそう。そして続いて私のお肉いきまーす。うん、うまそうじゃ。よーし、あとは余熱でちょっと火を通していきまーす。食べるとこで待機している。よし、さあ準備できました。さあやってまいりました。クレマさん、いい匂いするね。はい、完成しました。手前が私の、貝の実ステーキ、奥が、クレマさん用です。ではいただいていこう。よし、じゃあクレマよ、クレマにあげるからね。まずはクレマさんお肉どうぞ。よし、私も一口いただきます。うん、柔らかい。うん、美味しゅうございます。さあ、そしてクレマさんお待ちかねのもう一個がブロッコリーですね。クレマさんブロッコリーどうぞ。美味しい。さあ、クレマさん、ブロッコリーとお肉を一口ずつ食べましたが、クレマさんが今ハマっているのはブロッコリーなのかお肉なのか確認してみよう。右手にはブロッコリー、左手にはお肉、ブロッコリー、お肉、ブロッコリー。さあどっちがいいのか、ブロッコリーとお肉。さあ、じゃあこれでどっちが欲しいかな。やっぱりお肉。やっぱりお肉でした。その後ブロッコリーね。はい、まあお肉には勝てないか。念のため持ち方を変えて、右手にお肉、左手にブロッコリー。さーてとどっちだ。あ、今度はブロッコリー。左手の方が近がいいから食べやすかっただけか。まあどっちもうまいってことだね。よし、じゃあ私もいただきます。クレマとちょっとゆっくりとお食事したいと思います。はい、ではいよいよ私もクレマも最後の一口いただきたいと思います。こちら私の最後の一口。うん、そしてクレマさんの最後の一口。ごちそうさまでした。うん、美味しかったねクレマ。はい、じゃあブロッコリーも最後、私のブロッコリー。うん、そしてクレマのブロッコリー。はい、今度こそごちそうさまでした。おしまい。うん、食べたね。はい、ごちそうさまでした。またクレマと食べれるようなお肉買っていきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。
もうないよ。本当にない。